スタートしました。揃いました。18頭綺麗なスタートを見せました。まず中をついて懸命にスカーレットリボンが押しておりますが、内を回ってはアイノバーチが行った。内からは塩野ロマンが2番手日から前を追ってくる。3番手日スカーレットリボンで各馬向こう上面の直線構成、一気に外から力愛ノーザンかわして先頭争いに加わっていった。力愛ノーザン前の争いに加わっていった。3番手日塩野ロマンいい形で控えています。3番手そして4番手争い控えたスカーレットリボン、そしてその外を回ってマイネデーベン並びかけた。あと石橋開いて78番手、7番のフリートーク追走、そして石橋審査アラフォート公園取り付いてまいりました。その外を回ってハンバシンさ、シーロードパワーが追走、そして2馬身開いて中段グループはスイートローザンヌポツンと行っています。その後3馬身さ混戦状態ですが、内を回ってフルキアグが行きました。あるいは外をついてシノクロス中段のや後ろから追走、そして内を回ってハルジョン、あるいは英雄クイーンが追走、天山高根が外から大外を回ったオテンベガル、そして内を回ったマルチガトラス、こういった姿勢で各馬3、4コーナー中間地点に入ってまいります。前の争いですが、今度は外をついて一気に行った力愛ノーザン先頭か、力愛ノーザンかアイノバーチか、あるいはハンバシン開いて3番手にしにはマイレレーベンですが、600の標識を通過、インコースに控えた白の番はインコースから総滑る、外へ持ち出してスカーレットリボン後位に取り付いた。各馬第4コーナーカーブに入ってくる。さあほとんど一段の状態で400の標識にこれがかかります。白の番はインコースであった第4コーナーカーブから直線コースへ、アイノマーチ外を回った力愛ノーザン2トンセリア続く、最一に入った白の番、白の番、そしてその外を回って懸命に追い込んできたのは白クロス、馬場の真ん中で白クロスが追い込んできた。そして中をついてアラホートクの追い込み、200を切った混戦、内からは白の番、内から白の番、外を回ったアラホートク、アラホートクが強いリードを石橋ぐらい。2番手争いは内から塩野ロマン、内から塩野ロマン、先頭アラホートク川内岸やりました、ゴール。2着には塩野ロマン、小野厩舎の1着2着。